こんにちは、デリッシュキッチンです。ピザドッグを作りましょう。ボウルに卵1個を割り入れ、牛乳 150cc を加えます。よく混ぜ合わせましょう。ホットケーキミックス 100g を加え、さらに混ぜます。続いて卵焼き器を用意し、サラダ油大さじ1の1/4量を入れ、熱して薄く伸ばします。生地の1/4量を入れましょう。表面の全体に気泡が出るまで弱火で加熱します。ハム2枚とキャンディーチーズ5個を乗せ、手前に向かって巻きましょう。中火にして中に火が通るまで転がしながら焼きます。同様に計4本作りましょう。食べやすい大きさに切って器に盛り、ピザソースとパセリをかけたら完成です。ホームパーティーにもぴったりですね。以上、デリッシュキッチンでした。